Who are you? Who are you? 今日も動画撮っていきますってことで、まあ、最近インスタライブだとか YouTube ライブもしてるんですけど、すごくね、若い人が多くなってきて、まあ、どんなブランド買えばいいですかとかよく聞かれるんですけど、まあ、僕が安いので買うんだったら、まあ、古着がいいんじゃないかなと思ってます。で、古着ってどれ買えばいいか分かんないって人も多いと思うんですよ。なので、まあ、具体的に僕の系統で言う 90s のブランドを、まあ、紹介しようかな。みんなが知ってるブランドももちろんあるので、まあ、ぜひ、お店行った時に気になったら見てみてくださいということで、まあ、一つ目はトミー・ヒルフィガーです。で、トミー・ヒルフィガーは、まあ、みんな知ってるじゃないですか。なんでトミーなんだよと思うかもしれないですけど、まあ、もう3年ぐらい前ですかね、エッサープロッキーがヴィンテージのトミーを着用して、まあ、海外のねトミーの相場がかなり上がったっていう話があって、まあ、日本でも今はね高いですね、いいやつは。で、安いやつは安いんで、そこまでスペシャルなやつを買わなくてはいいと思うんですけど、そうだな、トミーだと、まあ、ナイロンジャケットとかね、女の子だったらオーバーオールとかも可愛いのでおすすめです。まあ、シャツとかもね、柄が可愛いやつとかもあるし、本当トミーとかだったらターマン数が多いんで、わりかし安く買えるんじゃないかなと思います。その珍しいものだったり、芸能人が着ているもの以外だったらですね。で、まあ、そのエサプロッキーの影響を受けてかわからないですけど、まあ、日本でもね、トミーの古着を流行らした方がいて、まあ、それがあのバッドホップのティーバブロさんって方がですね、ライフスタイルのTV でも着てるんですけど、まあ、ジャケット着てて、まあ、それが同じものが4万とか5万ぐらいまで値段が上がってびっくりしましたね。もう前までは1万円ぐらいで買えたんじゃなかったかな。僕もそこまでがっつり言うそこまで詳しくないですけど、確か1万円前後ぐらいで買えたと思います。それがもうね3万とか4万ぐらいまで、3、4、5ぐらいまで上がってったんで、まあ、びっくりしましたね。まあ、もちろん多分エサプロッキーの影響を受けてるんじゃないかなと思います。次にノーティカっていうブランドなんですけど、まあ、これもね、まあ、最近だとヒップホップ好きな人は分かると思うんですけど、リリオッティがディレクターにね就任してからですね、まあ、リリオッティコラボも出したりとかしてるので、まあ、グレートとかでも販売されたりとかねしたので知ってる人もいるんじゃないでしょうか。まあ、元々はね、まあ、古着でよく見る感じだったんですけど、まあ、トミーとかに比べても人気ないので、まあ、割りかし全体的に買えるかなと思います。で、まあ、トミーのジャケットみたいな、セーリングジャケットみたいなやつもノーティカだと人気がないので、まあ、1万円ぐらいで買えるので、まあ、ぜひ見てみてください。で、最後に、ポロスポとかポロですねは、人気はもちろんあるものはあるんですけど、安いものは安いので、まあ、ポロスポーツとかあたりを探すのはいいんじゃないかなと僕は思います。まあ、ポロスポもナイロンジャケットだったりとか、今ポロはそうですね、まあ、ビッグポロとかも、まあ、スポーツの方じゃなくても流行るとは思うので、もうそろそろ、まあ、流行ってるって言ってもおかしくないけど、まあ、デカめでねポロシャツ着て、まあ、前はね太いパンツ履いて履くのが流行ってたんですけど、今は細いパンツとか履いたりするのが、まあ、主流になってくるんではないかなとは個人的には思うんですけど、まあ、どうでしょう。で、前ポロ時代の古着の話では、そのポロスタジアムだったりとかスノービーチっていうのがこの前発売されて、またね、90s のポロが人気出てきたりとか注目されているので、まあ、そっちの方もね興味がある方は調べて見てみると面白いかなと思います。もう古着の話もしだしたらキリがないんで、またねいつかパート1、2、3ぐらいに分けて話していきたいと思います。で、まあ、さっき言ったみたいに、トミーだったりノーティカだったり、ポロスポだったりとかっていうのは玉数がまだ多いし、値段もそこまで安いね、安いやつが多いので、興味がある方はぜひ探してみてください。
で、まあ他の話とかもすると、またグッチのブートレグが流行ったりとか、ちょっと YouTube ライブの時とかちょっと喋り出してもらったんですけど、まあ、そういう、ハイブランド系のブートものとかも結構面白かったりするんで、いつかまたそういう話もできたらいいなと思います。ということで今日は動画終わります。